はい、こんにちは。ヨナカバールナイフです。トコジェロフです。リサハイゴージェです。はい。マドハブさんからのコラボ。コラボ。一応コラボですね、これは。コラボです。マドハブさんのバターチキンカレーを作って、うん、3人で食ってみろと。食ってみろと。こいつはありがたい、ね。食えんのかと。レシピくれたわけだ。そう。はい。これはね、インドカレーってことじゃん。そう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 。もうインド人だから。インド人。まあ、下ごしらえはもうほぼほぼ。はい、今下ごしらえが終わったところですね。はい、はい、玉ねぎと、クミンシード、あとね、クローブを一緒に炒めてます。はい、じゃあこれ飴色になるまで炒めます。飴色になるまで炒めます。はい、でね、これインド人が言ってたんですけど、はい、あのマドハブさんじゃなくて、ああすいません、あのね、なんかこのチャツネ的なのを作るときにね、あの焦げを気にするなって、ああもうやったれって言ってたから、やります、落胆しない。なるほど、この心が大事。ああ陽気だね。そう、陽気だね。飴色になったら A のスパイスとコンソメを入れて炒めるんだけど、今これスパイス入れたんだもんな。これさ、半分ずつ飴色玉ねぎができたら A のスパイスとコンソメを入れて炒めるか。 A のスパイス、あ、もうこの中に全部入っちゃう。そうだね、うん、まあなんとかなるべ。あ、まあ全然うまいものはできると思う。はい、いきなりレシピを無視するですね。で、まあ、インドカレーもやっぱいいよな。いいね。ネパールカレー、インドカレーはやっぱり定期的に食わないと死んじゃう。死んじゃう。あの、でっけえなんでね。でっけえなんでな。クミンシードとか取り除く。取り除く。取り除けないんだよ。食べちゃえばいいんだよ。食べちゃえばいいんだよ。クローブだけ取り除こう。ああ。何個くらい入れたんですか ?7。7。コンソメとトマトペーストを。そう。で、その後トマトペースト。はい。を、いきましたと。今。ちょっとやや水分、はい、飛ばします。飛ばしですね。そうですね。で、このトマトってね、焼くと甘くなるんですよ。うん。なんで、煮込めば煮込むほど甘くなるので。絵的にはもう美味しそうだよな、これ。うん、うまそう、めっちゃ美味しそう。このままもう、スパゲッティとか食っちゃう。うん。あ、めちゃめちゃいいな。やや飛ばしましたので。はい、飛んできましたね。ここで、漬け込んだ鶏肉を。漬け込んだ鶏肉を。ドン。いやー。わー。これもいろいろ入ってるからね、これ。いろいろ入ってるから。これだよ、これ。すげえ。すごい。すごいね、これ。いきなりカレーっぽい。はい、で、こっから、わー、なんかうまそうだよ。いいね、わー、すごい。で、これで鶏肉が、まあ、白くなるまで。うん。まあ、火が入るまでだね。はいはい。そうか、もうこれまだ火入ってねえもんな、鶏肉。うん、生だ。うん。すげえ、バター 16g も入れる。16g ですね。はい。まあ、バターチキンカレーだもんな。あ、そう、バターチキンカレーなんだ、これ。うん。そうなんだ。バターチキンカレーってうめえよな。うまいよね。外れないよね。外れない。うん。カレー、あの、初見のインドカレー屋で。うん。どの店でも絶対うめえからね。お、鶏肉がだいぶ、見てください。白くなってきたんですか、これ。ああ、いいっすね。じゃあ、ここで、白くなってきたんで、バターを。バターを。あ、ここにバター入れちゃう。16g。おい。あ、カレーの匂いしてきた。じゃあ、ちょっと牛乳と水を入れてってことなんですけど。はい。どうせあんたたちミルキーなのが好きでしょ。はい、ミルキーなのが好きです。じゃあ牛乳だけで伸ばします。やった。今なんかゴーゼはなんか iPhone のデータがいっぱいいっぱいらしくて、はい、今黙ってます。音声が取れないらしくて黙ってます。なるほど、参照しています。はい、これでもなんかバターチキンカレー色になってきてる。そうだね、もっと白い。もいやでもこんなもんじゃねえの、なんかオレンジっぽいイメージだな。ちょっと味をじゃあ見て、はい、あーなるほど、そうよ、ちょっと塩が。ああ、カレーな。カレー結構塩難しいんだよな。うん。ちょっとパラパラぐらいで、はい、2周ぐらい。辛みもちょっと、うんうん、もうちょい。これ結構辛いんで、この唐辛子。こんなもんがいいかな。これ一応、マドハブさん的にはあの、ハバネロペッパーってことだったんですけど、はいはい、ハバネロペッパーがなんかちょっとどうしてもなくて、ハバネロペッパーは買わないよ。僕がいつも使ってる、まあ、フォーミックの。グランドレッドペッパー、これ結構辛いんですよ。辛そうだね、戻ってきたよ。辛いよ、お帰り。思い出を根こそぎ削除してきました。そう、なんでそうですね。かわいそう。なんで一応パソコンの方にも保存してるから、ね、あ、じゃあいい。香りめちゃめちゃいいな、これ。バターもう一個入れてもいいぐらいだ。マジ、うん、すごいな、これ。いくね、バターぐらいの。ぐらいの。
あ、これはね、でも好み、完全に。うん、じゃあ、これでじゃあ。すげえ、これ。もうちょい。もうずっと同じ絵だよ。どうすんだよ。完成、盛り付けていきましょう。ドワーフブロス。じゃあ、いただきましょう。いただきましょう。じゃあ、マドハブさんに感謝を。マドハブ感謝。いただきます。いただきます。いただきます。さあ、どうだ。うん。うん。うまい。うん。うまい。あ、ちゃんと辛い。店の味がする。うん。うまい。あれだね。すげえうめえ。あの、インドカレーってさ、酸味強め、トマト強めのやつと、うん、クリーム強めのがあるけど、これはトマトちょい強めのバターチキンカレーって感じだね。酸味すげえ気持ちいい、うん、辛っ辛いねいやでもちょうどよくない？ちょうどいい、うまい、うん、鶏もホロホロですわ。はい、いやこれはマジペロリだ。ペロリだ。マドハブさんただもんじゃねえぞ、うん、まあインド人だからバーチャルインド人。なんか今度ゲームでもするか。ジオゲッサーやるインドのインドの旅する。うん、マジうまい。うん、うましんぐれです。お、出た出た、いただきました。これ最高の褒め言葉さ。はい、綺麗にいただきました。うまい。カレーっていいですね。いいね、うん、これはいい企画でしたわ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。うん、あっという間に食っちゃうの、まあ、カレーはね、みんなを幸せにしてくれますので、うん、ごちそうさまです。結構簡単だな、だって簡単、うん、そうそうそう、びっくりしたもん。スパイスさえね、揃えば。そうそうそう、もうスーパーで揃えられるぞ、これ。そうだし、なんか見た感じのスーパーでやっぱ1瓶200円ぐらいで買えるから、うんうんうん、うん、1000円そこらで。今回ね、もらったレシピが4人前なんで、とりあえず4人分作った、はいはい、そう、4人前1000円、まあ1500円としても安いね、ね、全然あり、うん、すげえよ。1食400円ぐらいで。なし、スパイス使い切んねえから。そう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 。次もっと安くなる。どん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 安くなってくる。みんな挑戦してほしい、うん。みんなで作ろう。マドハブ飯。マドハブ飯。乗っ取られてありがとう、マドハブ。ありがとうございました。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。